はい、こんばんはいつもありがとうございます。今日はアクアリウムじゃなくてね、あの断酒のね、お話なんですけども、断酒もこれパート6ぐらいになると思います。今12月なので、断酒して2年と3ヶ月を過ぎるとこです。はい、どうでしょうか。もう全く飲んでません。ほんでね、ソーダとか言ってましたやんか、炭酸水とか、まあ、あれはね、まあ好きで飲むんですけども、今のとこほぼいらなくなりました。ほんでノンアルコールビールも家でね、いつもストックしてたんですけども、もう全くこの2、3ヶ月ぐらいはもう飲んでません。もうほぼいらなくなりました。はい、2年3ヶ月経つとこの炭酸のね、喉越しっていうのは、私空手の稽古やってるんですけども、ここね空手道場なんですけども、まあ、もちろん空手の時は飲んだりしますけども、それはまあほんまに喉が渇いて欲しいから飲んでますけども、今は全くね、もう家でお茶とかもう水だけで全然大丈夫です。そしてまたジュースもね、美味しいんですけども、もう甘いジュースももう全然いらなくなったような感じで、ポンジュースは好きですけどね、ポンジュースはね。はい、そんな感じで2年3ヶ月経つと何が変わったのかなとね。ちょっと前の動画もね、変わったことも案内してましたけど、私もね振り返ると、やっぱり薬を飲まなくなったとね。胃薬であったり整腸剤であったり、これも前の動画で言いましたけど もう全然そういうのが必要なくなったということです。はい、そして顔がね、やっぱりむくんでましたね。やっぱり2年前の動画とか写真見ると、もうちょっと前、2年前の動画は断酒して16日目だったんで、もう効果が出だしたんですよ。だからちょっと、もうちょっとね、むくみは取れてたんですけども、その断酒する前の半年前とかの写真見たら別人ですわ、別人。かなり太ってます。はい、ほんで太ってるというか、体重というように言うより、もうむくんでるんですよね。ほんでまあ顔のね、この皮膚であったり、私53ですけど もう全然変わってます。もうツルツルなんですよ。頭もツルツルですけども、でもね、頭のね、その毛量もね、その減ってないというか、はい、とにかく若返ったと。断酒して一番良かったのは、まあ僕が断酒始めた時にね、9月やったんで、ほんで9月10月11月12月っていうのはお正月を迎える時やったんですよ。ほんで今は皆さん今見てる通り、今からこれお正月をね、1ヶ月前にするんですけども、なるんですけども、もうお正月にね、お酒を飲まないっていうのは、おとそもしないっていうのは、もうほんまに小学生小学生に戻れるような気分になりますよ、皆さん。本当に三が日家でね、漫才見たりねして、酒飲みながら、もういつ飲んだか、いつ寝てたか、いつ起きたか分からへん状態のことがなくなった時に、2年前に僕は感動したんですけども、本当に外で遊ぶようなね、子供に戻ったような感じが2年前にありました。で去年もそうでした。はい、ラジコン買ったりしてね、子供になろうかなと思ってラジコン買ったりして遊んでました本当にその時間がね、すごく有意義であってね。はい、でバイクいじったりね、夜も倉庫借りてバイクいじったりして運転できるんで、もう何時でも、今これ僕稽古が終わって、道場のね、営業してるんです、仕事してるんですけども、全ての稽古終わって、いつもやったら皆さん疲れてる状態ですわ。これ夜中に今12時頃です。はい、今から家帰るんですけども、普通の仕事をしたらどうですか、皆さん。もうクタクタじゃないですか。もう顔もこうなってしんどくてっていうの、僕これ今仕事全開で終わった後ですよ。こんな感じで今から家帰って、食事して風呂入ったりしてするんですけども、もうずっとね、まあ、iPad 見たりするのも好きなんで、パソコン見たり映画見たりするのも好きなんで、すごく元気な状態で、で寝るのも早寝なあかんなと思いながら、もう酒飲んでたらほら、もう寝落ちするんじゃないけども、なんかこうだるうなって寝るでしょ。あれがもう全くない状態ですわ。いつでもこうウキウキした状態で寝れるというかね、寝るのに困ってる時もあります。今日は何が言いたいか言ったら、やっぱり酒っていうのは老化現象をするんだなと思います。もちろん血管の中であったり内臓であったりね、いいことは絶対ありませんやんか。ほんでボロボロまでいかんけども、やっぱり目には見えへんね、血管の年齢であったりね、まあ測ってはないですけどね、測ってないですけど実感してるんで、私がね今血管年齢であったり、その体内年齢であったり、そういうのがかなり良くなってると思います。体内脂肪とかね、そういうのも絶対ないと思うんですよ。はい、まあもちろん少しはありますよ、あるけども、
もう体のだるさが違うんで、やっぱりね内臓から元気になると。ほんでよくねあのサプリとかねあの薬とかの宣伝でももう、まあ、腸のヨーグルトでもそうじゃないですか。あの体内からあの健康になりましょうとね、腸活っていう言うで、ね、この前コメントをいただきましたけど分かるような気がします。はい、やっぱり腸がやられてるとあの皮膚に出るでしょ皆さんね、あのブツブツが出たりね、あの老けた顔になったりということで、やっぱり腸が元気な状態を作ろう思ったらやっぱり酒は抜かないとダメだと思います。はい、やっぱり胃腸が悪いのが、まあ、お腹ねこの中心お腹の中が悪いっていうのはかなり老廃物とか言っていろいろもう皆さん知ってる通りですよね。あのそれがかなり溜まったりするんじゃないかなと思ってます。体の中もすごく健康じゃないかと。ほんで2年3ヶ月経ってあの一度も病院に行っておりません。はい、で酒飲んでる頃はあの調子が悪い吐き気がするとか言ってよく病院行ってましたそれはただの酒なんでしょうけどね。まあそれが蓄積されて酒のあのあんまり飲まないね、まあ、強引してない時でもやっぱり体が悪くなってました。はい、だそれで結構病院代も使ってます。はい、ほんで市販の薬はかなりあのいらんもんばっかり買ってましたね。はい、まあお金を貯まることはもう前の動画でも言いましたけども、あのすごくねそういう無駄なお金、お酒でも無駄なお金、薬でも無駄なお金、ほんで健康じゃないので、まあ、栄養ドリンク買ったりねしてました。でもそんなん考えるとほんまお酒で得したなって言いますけども、もっと薬とかそう病院代とかに比べたらもっとそれ足したらもっとやったんやなと思ってます。今はだからそういうことも一切飲まなくて、胃薬も飲んでませんし整腸剤も飲まなくなりました。で下痢もやっぱり止まりましたからね、まあ、そういうことでやっぱ体の先は老けるんだなと。はい、もう体の中が老けたらもう顔のね皆さんが見てるところら辺も老けてくるんやなと思いました。はい、でもう一つ言いたいのが、酒飲んでる時だらっとしますやん顔は。みんなもうなんかこいつダメやないう顔してもう なるでしょ、こうボワーっとね。やっぱ酒飲んでる時ってこうリラックスするんで、まあ、何をしててもねテレビ見てようが何しててもこう顔がね落ちるんですよ下に。わかります？落ちてる時間が多いと思うんですよ普通の人よりね。もうボーっとして、もう酒に酔ってるんでね、もうダメだこれみたいな顔してる人がやっぱりその顔がねこうなんちゅうのかキリッとしてない状態が多いんですよ24時間中にね酒飲んでる人って。だその顔のそのなんちゅうの重力というかそれがこうただれてきて、あの目も下がってきてね、顔も落ちてくるんじゃないかなと、まあ、思ってるんですよ私ね。だからそこ酒飲んでる時に比べたら全然今の方がこうキリッとしてると思うんですよ。はい、で健康的なねあの顔やと思います。あのよく言われます、 YouTube やりだしてからね、もうこの酒のやつも一緒に、ね、やりながら昔から知ってる私のね同情生のお母さんとかが、あの市販すごく若返りましたよ市販言って、あの全然もうテレビあの YouTube 出てるからもあるんでしょうけど言って、すごく変わりました言って、まあそれは酒があるんじゃないですか、酒やめたからじゃないですかね言ってね、あの話してるんですけども、もちろんこうテレビとかこういう画面に出る以上はちょっとやっぱり若返ったかなっていうのもありますよ酒以外にもね。前も言いましたけど話するのがすごい苦手だったんですよこう YouTube するまで本当ですよ。今こう何も台本なしで喋ってますけども、これも適当に喋れるんですけど、すごくね、いいことばっかりなんですよ本当に。でやっぱり酒飲んでるとやっぱり後回しにすることがようけありますね。皆さんも知っての通り、片付けであっても何であっても、はい、何かの用事でも後回し、まあ、酒が先なんでね酒を先にするんで後回しになっていくと。ほんで次の日やらなあかんねんけども二日酔いで何もできない状態よということで、後回しになっていくでしょ。それが今全くないので、全てクリアな状態です。はい、今回の動画はね、その私の2年3ヶ月の体験談で言えば、顔が老けると特に体の中が老けてると。で見た感じこう筋トレしてる人もおりません、私みたいにね筋トレしたりしてジム行ったりする人でもやっぱり酒を飲むとやっぱり顔だけちょっと老けてないですか皆さんね。はい、もちろんこう裸になって体がグーンだったら筋肉マンってすごいと思いますけども、ここだけ見たらねすごいこう若返ってるように見えるけど、顔だけ見たらやっぱりお酒飲んでる人ってちょっとただれてるって言い方がおかしいんですかねただれてるっていいんかな、ちょっとねこうだらけてるような顔になってますね。歩いてたりしても酒飲んで座って飲んでる人いますわ公園とかでも。
やっぱりこう俺が見てて、あ、昔の俺やねんけどなと思って、昔ってもうちょっとほい最近やけどね。ほんでまあひっくり返ってる人もいますやんか。うわ、でもあかんねんな、ああいうことやっててんなと思って、ほんでその人の顔を見るんですよ私ね。やっぱりよく見るんですよね、注視するんですよ。するとやっぱりね、あの同じ年齢ぐらいの年での人でも全然こう老けてるというか、あのただれてるというか、はい、もうあかんやろというかね、はい、でそういう人らに限ってやっぱりね、あのだらっと倒れてる人とか倒れかけてる人って言ったら、もうなんかこう髪の毛もぐっちゃぐちゃやしね、で服装もなんかただれ乱れてるし、はい、なんかひげもちゃんと剃ってない人の方が多いような気がしてね、はい、なんかちょっとだらしないというかね、だらしない人になってますやっぱり。まあ公園とか歩きながら酒飲んでる自体だらしないんですけど、私もやってましたよ。仕事行って帰りにね、あの電車の中で飲んでたりしてました、しました、はい、はっきり言ってようやってました。缶チューハイのあの 9% 飲んでましたで歩いてても健康じゃないじゃないですか。お酒持って歩かなあかんねんから、これもおかしいでしょ酒自転車乗って飲んでる人もいませんか、よくね。ほんでまあ酒飲んで歩いてるね、サラリーマンが歩いてる、僕家帰って飲めようと、今の僕やったら言えますよ。でその時は僕もそうでした。で帰り電車から降りてきたらね、あのビール飲みながら歩いてたりしましたからやっぱりそれってどうなのということがあります。ほんで今こう年末になると、あの特にね、あの警察24時を見ながらねとか、あとそれだけじゃなくても、あのニュースでもう毎日のように、毎日の飲酒運転でね、あの偉いさんが捕まった、誰かが捕まった、引き逃げした、引いたね、もう損でしょこれ。まあ、そんなことばっかり起きてるのが酒ですよ皆さん。たったこんだけの液体ですよ。これ飲んでね、そんなことならないでしょ、オルナミン C 飲んで、思いません？これ飲んで、あの24時間 の名物交番に行かないでしょ、これ飲みすぎておかしなってって言うやつおらんでしょ、これ。もっと飲めって警察官も言いますよ、多分ね。ね、お酒で損してる人もね、やっぱりおると思いますね。引き殺したりね、そういう酒で暴れたりした人で、今拘置所にいたり刑務所にいたりする人もおるわけでしょう。そういうところに入ってったら、やっぱ酒はやめた方がええなと思ってやってるんでしょうけど、また飲んでまうんですよ。これがね、アルコール依存症という、一番最初の動画で言ったけども、それはアルコールを、あのアンインストールという言葉を私も本を読ませてもらって、あのすごく心に刺さったというかね、あのすごくバッときました私。それは酒やめる断酒、禁酒とかいう言葉っていうのはちょっと甘いんですよね。アンインストールって言い方ね、パソコンやってたりね、あのこういうスマホやってたりしてるやつは分かるでしょ。削除するんですよ、削除ね、もうその中から削除するんですよ。そういう言い方をすれば、あのかなり良くなってくるんじゃないかなと思いました。ほんまにやめてほしいんですよほんまにやめてほしいです。はい、だからもうこの前もね、コメントで半年やめたんですけどまた飲んでみました言うてね、言う人もおるから、なんでかなと思うんですけど、それはストレスでって言って書いてましたけど、いやそれがストレスじゃないかと。どうせ半年やめれて1年やめれてまた飲むときにストレスじゃないですかね、それが。で罪悪感もあるやろうし、もう一生飲まないです俺、絶対に本当に飲まないです、約束します。はい、もう酒に全然興味がないです。はい、酒飲んでる人に逆に興味がありますなんで暴れてるのかなもうなんでこう事故するのかなとかね。これから警察24時をまたね、あの年末になってやるんですけども、絶対もうまずアルコールのね話から始まると思うんですよね。それ見てね、今酒やめたいと思ってる人が見てたら、一緒にねその報道番組見ながら笑いましょうね。そしてお正月をね、あの酒なしで迎えれたら本物だと思いますね。小学生の時でもやっぱり落とそうって飲みましたよ、ちょっとね。あれもしたらダメですよ、もう絶対いらないです。あれもね別に飲まんでいいんじゃない、飲まない、はい、飲まない、それでいいと思います。はい、本当に食事が美味しくなって健康になって体から健康になって、あの病気知らずになろう思ったら、まずね、お酒をやめることです。そしてコロナは私もかかりましたよ。もう空手道場やってるんで子供たちもいっぱいおるんで、もう誰にどう移されたかもわからない状態ですけども、私は酒飲みに行ったりもしませんので、もう必ずこの道場の中で移ってるんですよ、ね。それは誰の責任でもないんですけども、酒飲んでる人の方が絶対にコロナになる、ね、あの確率が高いでしょ皆さん。もうそれもお分かりでしょ。もうそれで宴会したり、もう普段気付けてるんですよ、みんなマスクして空手やってるんですよ今は、ね。そんな人らでも道場でも消毒して換気してってやってるのに、せっかくやってるのにですよ、せっかくやってるのに、あのその
ちょっと気を緩んでね、もう大丈夫やろうという、コロナも大丈夫やろうということで行っちゃったんですよ。ほな見事にね、6人で行って4人ともなってました。あとの2人もなってると思いますね、そういうクラスターが発生しちゃうんですよね。やっぱりね、ママ友さんであったりね、今からこれから宴会ね、忘年会っていうのはもうちょっと気楽になりましたやんか、コロナも。かといってそこでね、あと酒飲んでだらけた顔になって、ただれた顔になって何でもええわっていう風になってしもうたら、やっぱコロナになってそこでも損しますやんか。まあコロナは避けられへんけどね、でも避けられへんけども、自分からそこ、そういうとこに行くと確率が高くなるんじゃないかなと思いました。はい、家でね、もう酒やめて、おっちゃんたちはね、見てたら、同じぐらいの年の人見てたら、ガンダムのプラモデルでも買ってください。はい、私みたいにラジコン買ったりして遊んでください。私はもうバイクいじったり車いじったりするのがね、趣味なんですけども、もうバイクにワックスかけたりね、パーツ外して組み合やったりという、もう楽しいですよ。で、子供の自分に戻ったらもうプラモデルとか作ってね、そんな時もいいんじゃないですか皆さん。はい、酒飲む時間より、そういう、まあプラモデルに限らないですよ、私釣りもしてますけどもね、釣り道具をね、自分で作ってみたりね、まあまあそこまでいかんでもいいけども、なんか自分の趣味、男の人やったらね、こう、なんちゅうの、エアガンとかでもいいじゃないですか。で、なんかね、こういう趣味を見つけてね、もう酒を飲まへんねんから、そのお金がバンとそっちにね、使えますから。はい。そしておもちゃなんか絶対、誰でも好きじゃないですか、男の人やったら。ね。そのおもちゃを買ってね、遊んだらいいじゃないですか。おもちゃ屋さん行ってもやっぱり おっさんばっかりですよ、今。やっぱりね、興味があるんですよ。でも酒飲み持ってね、まあ、それが楽しいという人もおるかもしれんけど、もう酒飲んでね、いいもんができるわけじゃない、絶対ないんですよ。ね、酒やめた方が綺麗なもんがちゃんとできてね、もっともっとレベルの高いね、ハイスペックなもん買ったらいいんですよ。もう全然酒に比べたら全然無駄なもんじゃないしね、お酒なんかをこうのお酒じゃないですけどね、飲んで流す、正面で流すでしょ。で、終わりやから、本当に。で、ゴミが残るだけやから。はい、そう考えたらね、いろんなもん買ってね、自分で遊んでね、 iPad 10個ぐらい買ってもいいんじゃないですか全部の種類買って、そういうことです。皆さん、そういうことで、良いお正月をお迎えくださいね。そういうことでした。またね、この断酒のやつはまたね、ほんでコメントはもう皆さんすごくありがとうございます。断酒の、私これ魚のYouTube なんですけども、男子もちょっと6個ぐらいやってましてね、そこのそっちの方が上がってるんですよ。再生回数が3万再生とかね、1万再生とか上がってるんですよだからそういう見てくれてる人がね、やっぱり魚の方でチャンネル登録してくれてるのか、男子の方でしてくれるのかわからないですけども、で、男子道っていう人に私似てる言いますけど、あんまり自分では似てないと思うんですけど、その人を真似してやったんちゃいますよ。たまたま同じような顔だったんですそういうことです。男子の人もいっぺん会いたいなと思いますけど、コラボしてもいいなと思いました。はい、そういうことです。皆さんね、良い子供みたいなお正月をお過ごしください。はい、ではまたね、来年、なってからまた男子のね、経過をとかいろんな発見があれば、あとコメントに対してね、皆さんのコメントをちょっとアップしたいなと、紹介したいなと思います、男子に対してのね。はい、そういうことでした。ありがとうございます。皆さん、良いお年を。乾杯しましょう。